靴開けないんだよ。引っ張る採血。みんな食べてくれるかな。ごいま何見てんの。あ、ちょうど。おはようございます。あれゴム入んの。うん、食べる。え、シャワーでいい。行ってらっしゃい。シャワー、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、キグ。キキ、おはよう。眠いの、まだ。鮭の子も早く焼けよ。今日の夜作ろうか。じゃ持つじゃん。そんないる？休日は化粧をするんですけど、化粧をする日はまず最初にユンス、大人気ユンス様を使って、化粧水とかクリームがバラバラなんだけど、 SBC メディスパの化粧水を塗って、で次に乳液としてエリクシールのリフトモイストエマルジョン SP の2を使ってます。長っ。で最後にエリクシールのこれ、かわいい、トータル V ファーミングクリームっていうやつを使ってます。うん、でその後に化粧を始めるって感じです。ははは。これは初めて使ってるんだけど普通って感じです。36の肌には普通って感じです。朝はそんな感じでぎゅうぎゅうですね、洗面所。ユンスはこれおすすめです、本当に。ずっと使ってる。もうずっと使ってる。他にもおすすめあれば教えてください。鼻声だよ。うん？鼻声？うん。お母ちゃんもね、鼻声。プラス副鼻腔炎になってる今。ねねは矯正を始めたので、戦場最強のジョイ。あの矯正の器具、矯正の装置を洗ってるところです。はい、もう慣れてきた。慣れてない、嘘、慣れて。今は寝るときだけはめる、なんていう装置だっけ、バイオネーター。バイオネーターっていう装置を寝るときだけ、チップコレーターだけ。それを毎朝洗います。それを毎朝洗います。寝かせ直します。これをシュシュシュっとやって、あ、いつもは洗面台でやってるんですけど、パパがシャワー浴びてるので、いつ来るかわかんない。ダサい。今日は iPad でね、最近タウンシップをいつもやってますね。私はです。一回結んだらちょっと引っ張って、ここに輪っかを作って、ここにくるんと通して引っ張る。こんな感じで完成です。ちょっとボサボサだけど。キキ明るで今日が一番好きね。肉食動物系。将来肉食動物飼うんでしょ。そう、すごい女だね。コスメデコルテのサンシェルタマルチプロテクショントーアップ CC の1番使ってます。これとあと眉毛は昔からもずっと一緒なんですけど、ケイトのデザイニングアイブロウのサンディってやつとこれ使ってます。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウの3番のアッシュブラウン使ってます。よし、ちょっと急いでやっていきます。今日の予定は、ゴーの大好きなガッチャードの新しいカードが出たので、それを買いに行っ
して階段のトレーニングに行く予定です。結構いろんな眉毛サロンとかあるじゃないですか。一回行ってみたんだけど、なんか何がいいのか未だに納得したことがなくて、アートメイクとかもやってみたいなと思うけど、やっぱ自分の好きな形が見つかってからやった方がいいんだよね、きっと。眉毛は一生迷子じゃない、形。何がいいんだろうってずっと思いながらやってる。最近は前髪分けておでこも出すようにしてるから、余計に眉毛の形にすごいこだわりがあるっていうか、どうしようかなっていう一生の悩み、ずっと悩んでる。なんかおすすめの眉サロンとかあったら教えてほしいです。っていうか、みんなどこ行ってるんだろう、教えてください。本当はアイシャドウとかマスカラも時間あればやりたかったんですけど、今度時間がある時にやろうと思います。じゃあ準備します。さあ階段やるぞ。今日かちゃんとやってくれる、うん、やったやったやった、いつもパパとだから。じゃないの、うん、次パパ一回あげ終わって、母ちゃん、うん、分かった。じゃあ次母ちゃんとね、だる、これ取って、松ぼっくり拾いました。はい、はい、どこに落ちてたの、ここの線に落ちて、落ちてた。あ、そっちに落ちてたんだ、こう線に落ちてた、うん、疲れてないの、うん、疲れてない、すごいね、母ちゃん疲れてないよ、すごい、もう3回目だよ、おパパ疲れたよ靴開けないんだよ履いても無理だもん、靴履いて、足折れてるからしっかり歩いてんじゃん、2本折れてる。じゃあさ、駐車行こう、え、駐車行ってこい、駐車駐車行ってこい変わったよ、ほらだだんだん、今日買ってきました、買ってきました、パパに買ってもらいました。2000円でした。2000円だったの、もうちょっとすんじゃないこれ、こっちで見てる方が楽しい、はい、ちょっと、いや触るな試合になる触りたい、帽子みたいに頭からかぶってくる、かぶってで下げてくる やばい、マジ
ちょっと待って、まーちゃん、ここで全部切ってちょうだい。切る？うん、包丁で切って、包丁。はい、ありがとう。こんにちは、とキッチーが鮭のコンフレーク焼きを作りたいと思います。材料を言います。4人分です。鮭を4切れ、マヨネーズ大さじ1と1/2、醤油小さじ2、おろしにんにく、おろし生姜少々、コーンフレーク 100g。 この材料は4人分なんですけど、今日は6人分、6切れ分作っていきます。はい、鮭を出します。はい、でうちはこの鮭を切り身をね、いつも3等分してるの。あ、こうやって3個、うん、3個か、あの切るってこと。そう、大人の人だと半分で全然いいと思う。うん、ちゃんと魚を猫の手で、そう、楽しい。Okay. あと一個。一切れ。今日大盛りにします。いつもは4切れぐらいで作ってるかな。それでも足りないんだよね。みんな食べてくれるかな。次は鮭に下味をつけます。何それ？味付け。マヨネーズ。大さじ3ぐらい。でこんなもんで、醤油をこの小さじ3入れます。こうしてギュッと押すの、ボトルで入れる。1、これあと2杯、2、1、3、 OK。 あとニンニクと生姜チューブ使います。ちょっと、ほんのちょっとで、これを全部混ぜて、はい、大筆でいい。おおのさない。こんな気づくのあんなさ、だいたい混ざったら、さっき切った鮭を入れます。はい、全部入れます。かちゃん入れようか。入れちゃいます。じゃあ今度はコーンフレークを潰します。はい、はい、あんまり砕きすぎるとカリカリ感がなくなっちゃうから、こんなもんかな。こんぐらいにしてます。そしたら鮭をこれにつけていきます。で鮭1個取ったらここにつけて、まぶして、で、できたらここにのせる。で、これ全部よろしくね。美味しそうになってきた。うん、大人になったらでしたら、
しい匂いね。え、あんまりマヨネーズ単体は好きじゃないけど、この味は大好きだよね。あとキキの大好きな保育園のメニューの鶏のあけぼの焼きっていうのもあるんだけど、今度それも作ってみようかな。キキさん、うん、保育園の調理さんがこういう風にレシピを印刷して保育園に置いといてくれるんですよ。こういうのをもらってきてお家でも結構作ってます。余熱もそろそろだ。ブイーン言ってきた。あ、でもちょうどいいね。あと3切れ、ちょうどいい時間に終わりそう。オッケー。ちょっと残ったのこれ上にバーってかけよう。あの鮭の上にかけて。うん、美味しそう。あとは180度のオーブンで15分焼いていきます。はい、15分も？15分皆さんもぜひ作ってみてください。はい、本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日から1週間頑張りましょう。はいはい、はい、てか明日から1週間って毎日頑張るけどね。そうね、いいこと言った。はい、それではおやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。